こんにちは、家電ウォッチ編集部の西村です。今日はアクアさんのショールームに来ています。家電大賞洗濯機部門の注目アイテム、マッスグドラムを実際に使って試せるとのことなので、早速見てみましょう。今回実際に使ってみるのはこちら、ドラム式洗濯乾燥機 AQW-DX12M です。こちらはアクアがコインランドリーの洗濯機開発で培ってきた経験を生かし、業務用洗濯機と同じ水平ドラムを採用しています。ではちょっと中も見てみましょう。あ、本当だ。こちらがまっすぐの水平ドラムが分かりますね。通常の洗濯機だと斜めのものもあるんですが、こちらは水平になっているのが特徴です。洗濯容量12キロクラスでナンバーワンのコンパクトボディを実現したドラム式洗濯乾燥機なんです。容量12キロはドラム式の中でも大きい方なのですが、かなりコンパクトなんです。ここにアクアさんの縦型洗濯機の容量8キロというモデルがあるのですが、ほぼサイズが同じなんです。サイズは同じながらも容量は12キロにアップ。今までドラム式は大きくて入らないと諦めていたご家庭でも設置できるのがまっすぐドラムなんです。またまっすぐドラムの洗濯時間は標準コースでもなんと29分。これは12キロクラスの中で最速の洗濯時間になります。まっすぐドラムの魅力は何といってもエアウォッシュ機能がついていることです。エアウォッシュとは通常の洗濯とは違って、温風とミストを循環させ UV ライトを照射することで衣類の除菌と消臭、さらにシワ伸ばしまでしてくれます。頻繁に洗えないジャケットにも使えるので、タバコや焼肉臭などがついても気軽にケアできるのが特徴です。またエアウォッシュではこうしたダウンジャケットも除菌消臭だけでなく、ふんわり仕上げられるのが特徴です。では実際にこのダウンをエアウォッシュにかけてみましょう。無事に運転が終わったようなので、じゃあ取り出してみたいと思います。もうすごい、すでになんか眠くなっちゃうようなあったかさで、ちょっと着てみたいと思います。もうあったかいです。すごい密な、なんか包まれてる感がさらに増した気がします。ちなみに今こちらにはエアウォッシュ後のダウンもあるんですけども、エアウォッシュ前のダウンもあって、畳むとさらに違いが分かるということなので、ちょっと比べてみたいと思います。こちらのエアウォッシュ後のダウンを置いて比較します。見てください、このふかふか感が伝わると思います。畳むとさらに分かりやすいですね。エアウォッシュでは除菌消臭シワ伸ばしだけじゃなくて、このようにダウンをふかふかにするといったこともできます。一般的なドラム式洗濯乾燥機は乾燥機能を使ったら毎回フィルターを掃除しなきゃいけないんですが、まっすぐドラムはフィルターの自動掃除機能が搭載されています。現在売られているドラム式で自動掃除機能がついているものっていうのはまだあまりないので、とても画期的な機能だと私は思いました。私も家でドラム式を使っているんですけれども、もう本当フィルターのホコリを毎回掃除するのが本当に面倒でなので、このまっすぐドラムは洗濯運転前と乾燥運転中に内蔵の乾燥フィルターにたまったホコリをワイパーで自動でかき出して水で洗い流してくれるんです。流れたホコリは排水フィルターでキャッチされ、この排水フィルターは毎回掃除する必要がありますが、今までは2つのフィルターを掃除していたのが、それが1つになるだけでもかなり楽だと思います。またまっすぐドラムには洗剤と柔軟剤の自動投入機能もついています。洗濯量に合わせて洗濯機が自動で計量してくれるので、毎回洗剤を入れる必要がないのもおすすめポイントです。ということで今回はアクアショールームよりお届けしました。いや、本当に私はエアウォッシュ機能とフィルター自動掃除機能がすごい便利だったと思いました。気になった方はぜひ店頭でご覧になってみてください。